はい、どうもめチャンネルです。本日私はですね、沖縄は那覇空港の方にやってきておりまして、これからですね、ウーバーを拾ってですね、ハイアットリージェンシー那覇沖縄さんの方にね、向かっていきたいなというふうに思います。いやー、雨予報だったんですけどね、終日晴れっぽくてね、いい感じですね。楽しみです。ということで早速向かっていきます。チェックインね、していきます。はい、ということで本日はね、14階のお部屋にね、アサインいただいておりますので、早速ね、向かっていきましょう。本日はね、14175室ですね。はい、廊下もね、非常に落ち着いてますね。で、本日はこちらの14175室となっております。18階がね、最上階ですね。先ほどチェックインをした、はい、ラウンジがあるのが18階というふうになっております。いやー、お部屋明るい。ちょっと調整しましょうかね。はい、まあ、こんな感じのお部屋となっております。明るいですね。やっぱりね、ハイアットリージェンシー横浜さんとね、運営が一緒ということもあるんですけど、雰囲気はなんか似てる感じありますね。はい、では詳細見ていきたいと思います。はい、玄関なんかもね、非常に落ち着いてて、なんだろう、ウッドとかがやっぱりなんかちょっと琉球感ある気がしますけど、いかがでしょうかね。はい、で本日はですね、エレベーターホール出ていただいてすぐほぼ正面のね、14175室というお部屋になっております。はい、クラブデラックスツインとかにね、あのアップグレードいただいておりますね。でルームキーね、挿していただくところとメインスイッチで入っていただいて、右手には水回りですね。はい、こんな感じとなっておりますけど、はい、お手洗いだったりとか、まあちょっとしたね、こういった飾りなんかもあって非常にいい感じですね。ウォシュレット、はい、こんな感じのね、ウォシュレットという感じになっております。で洗面台なんかもね、非常にね、鏡も大きくていい感じですね。はい、でアメニティ類、これは何だろう、アッカカッパ、なんかどっかで見たことありますね。はい、でグラス類があって、ティッシュとコンセント、そして女性用のね、 DHC のスキンケアセットなんかもね、置いてありますね。これ嬉しいですね。はい、でこういったところにアメニティ類なども、はい、ボディタオルとかマウスウォッシュとか歯ブラシとか入ってございます。で足元にはタオル、そしてバスローブございますね。はい、ドライヤーの袋ですね。これきっとね、ヘアドライヤーと書いてございます。はい、出ました。ドライヤーにつきましてはパナソニックのイオニティという感じになってますね。まあコンパクトですけどね、最近多いですね。はい、でここにスイッチがあるんですね、お風呂のね。はい、引き戸タイプとなってまして、なんか、ユニットバスっぽい感じはありますけど、石調でございまして、まあ、高級感ありますね。非常に綺麗。で、レインシャワーとか、ハンドシャワーもね、ございます。そしてバスタブもね、こんな感じでございます。という感じですね。まあ、広さは十分なね、広さありますよね。こんな感じ。はい。で、上に回していただくと、レインシャワー、下がハンドシャワーとなっています。まあ、ちょっと回しただけですけどね、水圧は十分じゃないかなと思います。はい。これだったら間違いもしなくていいですね。そして石鹸類でございます。では、こちら反対サイドの、まあね、収納だいぶ置いちゃいましたけど、まあ、こういったね、荷物置く台がありまして、足元の方は、はい、なんだろう、ルームウェア、あ、なんかね、おしゃれなパジャマになってますね。これなんか、
バスローブっぽい感じのパジャマになってて、M サイズと L サイズがございます。で、お子様用ですかね、S サイズ。まあ、リップにはちょっと大きいですね。で、ランドリーの袋などがございます。なんかふわふわな、パジャマで気持ちよさそうです。はい。で、こちらの方はクローゼットですね。はい。消臭スプレーがあったりとか、まあ、ハンガーもですね、やっぱりウッドに合わせた感じで濃いウォールナットみたいな。そして傘だったりとか、はい。こちらのね、スリッパ。レイク用のお子様用のね、クマさん書いてあります。かわいいですね。はい。で、シューブラシとかね、靴べらなどもございます。で、セキュリティボックスございます。いやー、非常にいい感じですね。なんか、沖縄暑いぞ。部屋、今、ルームツアーしてるだけでめちゃめちゃ汗だくになってきました。で、こういったね、鏡がございます。ではでは、寝室、居室の方ですね。はい。まあ、こんな感じでミニバーのコーナーとテーブル、そしてベッドスペースがあって、ソファ。もうね、典型的なオーソドックスな使いやすい間取りですね。はい。で、まあ、こういったね、飾り物があります。いい感じですね。で、急須の茶器、湯飲みジャーンとかも非常になんかおしゃれな感じじゃないですか。で、お水と、コーヒーに関しましては UCC のやつですね。はい、こんな感じで、シティローストとか結構入ってますね。はい、6個ぐらい入ってます。で、これがミニバーの料金表とかでしょうかね。はい、オレンジジュースとかコーラ、各300円とかね、オリオンビールが500円とか。なんかね、意外と、なんかお手頃価格に設定されてるんじゃないでしょうか。はい。で、ここら辺はグラス類ですね。で、紅茶なんかもこのようにございます。はい。ワインオープナーとかもありましたね。で、冷蔵庫。なので、ここにね、コーラとか、オリオンビールとかね。まあ、こんな感じで入っております。まあ、300円とかだったらね、いいですね。夜中とかね。はい。で、こちら、プリングルスとかね、おやつがこのようにございます。まあ、こんな感じの品揃えですね。で、下には電気ケトルとアイスペール。こんな感じでございます。で、テーブルはですね、奥行きはそんなにはないんですけど、まあデスクがあっていいですね。コンセントが2箇所とLANケーブル。はい、ございます。で、電話機とメモ。こんな感じですね。で、こちらの机の中は、まあ、約款とかね、メニュー表みたいのがございます。レストランとかバーのご案内ですね。で、足元にはゴミ箱とかね。まあ、なんかね、この絨毯なんかも赤基調でね、揃ってていい感じじゃないですか。で、ベッドパネルなんかも非常におしゃれ。ね、なんかどっかで見たことがあるような感じの柄なんだよな。暑い。ちょっとエアコンつけましょう。26度でつけとこうかなと思います。はい。で、ベッドパネルの方には、コンセント、足元灯と、はい、読書灯、そしてベッドサイドのね、ものがございます。USB-A は特に なさそうですね。で、反対サイドは、電話機と時計、そして同じようにですね、読書灯と、あとエントランスだったりとかね、掃除 してください、起こさないでくださいボタンなどもついてございます。はい。で、ソファーね、こんな感じで。ございます。まあ、レイ君のスペースですね。で、ウェルカムレターと、ウェルカムおやついただいております。これは何でしょう。後ほどね、開けていきたいなと思います。今日ね、めちゃめちゃ天気いいんですよ。はい、沖縄ね、今絶賛梅雨のはずなんですけど、めちゃめちゃ天気いい。ちょっとね、窓開けていきましょうか。はい、ではね、開けていきましょう。こんな感じで。おお、こちらのビューは何ビューって言ったらいいんだろう。シティビューですね。はい。まあ、こんな感じの。なんか、やっぱりね、高い建物だけあって、見晴らしはめちゃめちゃいいですね。最高です。はい。ということでね、本日は、こちらハイアットリージェンシー那覇沖縄さんの方に一泊させていただきたいと思います。ということで、だいぶね、汗かきましたので、
これからちょっとね、ラウンジの方に先にね、向かっていきたいなと思います。いかがでしょうか？はい、こんな感じでカクテルタイムの、ね、準備などもされてますね。サルサソースとかね、刻みわさびとかございます。今はね、ポテチとかチーズコーンなどがございます。これなんか嬉しいですね。はい、こんな感じでですね、ポテチと、はい、マシュマロとか、ね、そしてね、ビールがね、朝10時ぐらいから、ね、ずっと飲めるんですよ。最高じゃないですか。いただいていきましょう。はい、ということで、いただいていきます。うまい。結構ね、グアバジュースとかマンゴージュースなんかもね、あって、いい感じですね。じゃあ、ここら辺いただいていきます。はい、景色の方もね、めちゃめちゃいい感じですね。結構ね、飲み物も豊富ですね。下の段とかにもこのようにですね、いろんな飲み物がございます。でこんな感じで準備してて、ここにね、ローストビーフが来るみたいですね。まあ、こんな感じでサラダとかいい感じですね。はい、これね、こんな感じで持ってきましたけど、結構ね、ローストビーフとか海ぶどうとか耳がとかもね、あって、なんかね、すごい種類も質も良さそうな感じです。いただいていきましょう。はい、どう、海ぶどう。はい、ではね、いただいていきます。海ぶどうレギュラーにハマったみたいな。うん、うまい。ローストビーフとかもめっちゃね、質が高い。うまいわ。なんだろう、レアのね、レアのローストビーフとちょっと火がね、通った感じの海ぶどうも作る。うん、めっちゃ美味しいから。海ぶどう気に入った？そしてね、豚肉なんかも、うん、うん、うまい。沖縄そばも食べれると思わなかった。うん、うまい。そしてね、耳が、うん、耳がの中ではね、このゴーヤなんかも入ってる。うまい。はい、今ですね、クラブラウンジの方ね、大満足でした。今ね、散策しまして、いっぱいのね、ザ・ラウンジだったりとか、まあ、ここでね、アフタヌーンティーいただいたりとかね、できるようですね。はい、めちゃめちゃいい感じです。鎧が置いてあったりとかね、すごいですね。ということで、1階のですね、ちょっとグッズの方ね、売り場を覗いていきたいなというふうに思います。はい、こちらのね、 HY デリで、グッズでね、こういったタンブラーとかもね、売っておりますね。パジャマとか、そういったあのグッズ類なども置いてございます。まあ、ちょっとしたね、お酒とかソフトドリンクなどもね、置いてありますね。はい、はい、ホワイトモスとか、こんなね、香水などもね、置いてあるんですね。はい、ということでね、とりあえずお部屋の方に戻ってまいりました。まだね、こんな明るいんですけど、まだね、じゃないか、6時なんですよ。で、まだね、これだけ明るいので、これからね、ちょっと準備を整えてですね、プールの方に向かっていきたいなというふうに思います。プールはですね、19時が最終入場で20時までという形でございますので、まあ、明るいうちに行っといてですね、まあ、ちょっと暗くなった感じもね、体感してみたいなということで、これからね、向かっていきたいと思います。はい、ということでね、これから、レイ君、だいぶね、お待たせしました。プール、
向かっていきたいと思います。レッツゴーですね。3階に、ね、ジムもあるみたいなので、まあ、そこを寄りつつですね向かっていきたいと思います。はい、ということですね、こちら3階フィットネスプールの方に、ね、向かっていきます。で QR コードいただいたのでね確認したらもうね今は空いてますということだったので、ちょうどね6時半で皆さん夕飯にね向かってるんじゃないかなと思います。はい、こちらがねフィットネスの階となってますね。フィットネスプールセンターとかこちらになってますね。人がいらっしゃる感じですね。はい、でこちらがねフィットネスセンターとなってますんで、はい、こんな感じ。ね、結構広いですね。はい、こんな感じです。ということで、これからねプールの方に向かっていきたいと思います。はい、今ねプールの方にやってきましたが、貸し切り状態で誰もいらっしゃいません。いや、これ嬉しいですね。ということで、ちょっとね準備をして入っていきたいと思います。はい、でそしてねこちらの中の方にはジャグジーなんかもねあります。こっちはねあったかいんですよね。バスジェット。結構ね水温が冷たいので、まあ、ちょっと使ったらねここで温まるのかなっていう感じですね。はい、ではねちょっと冷たいんですけど、おお冷たい。めちゃめちゃ冷たい。びっくりだね、これは。とりあえずね、こんな感じでレイ君も、あったかいところに避難したいと思います。はい、それではね、今お部屋の方に戻ってきまして、まだね、測ってなかったので、Wi-Fi 速度、測っていきたいと思います。行ってみましょう。はい、速度出ました。ダウンロードがですね、5Mbps、アップロードが 37Mbps となってまして、まあそんなにね、速いっていう感じではないですね。Wi-Fi 速度につきましても 58Mbps となってまして、まあ中ぐらいっていう感じ。インターネットの速度は遅い。Wi-Fi の速度は実用位置を範囲内ですという状況でございます。まあただね、有線なんでですね、パソコンはね、繋ぐことができますので、比較的ね、安定した速度は出せるんじゃないかなというふうに思います。はい、ということでですね、本日はこちらハイアットリージェンシー那覇沖縄さんの方にね初めてお邪魔させていただいております。まあ、グローバリストになってね、まあ、初めて宿泊させていただいておりますけれども、まあ、グローバリスト以前に、まあ、初めてのねホテルということではございますが、ゴールデンウィークの、まあ前日ぐらいですかね、5月2日、宿泊させていただいておりますけど、比較的ね部屋は埋まってるんですけど、混雑してる感じはしません。非常に居心地がいい。ハイアットリージェンシー横浜さんとかね、本当に変わらないぐらい、なんだろう。なんか居心地がいい、ホテルでございます。そしてね、非常に綺麗ですし、ラウンジのね、質なんかも先ほどね、お料理見ていただいたと思いますけど、めちゃめちゃお料理の質も高くてですね、素晴らしい。プールはね、寒かったんで、明日ね、まあ、リベンジしたいなというふうに思っております。で、お部屋の方はですね、まあ、このようにメッセージカードもね、いただいてまして、宿泊、支配人様の方からですね、本日は楽しいひとときをお過ごしくださいということでいただいておったりとか、あと、ウェルカムスイーツでですね、まあ、こういったね、クッキー、5個ぐらいね、入っておりました。それもね、なんか美味しそう。チンスコーンみたいな感じですね。こんなクッキー。はい。はい。そしてですね、ハイアットリージェンシークラブということでですね、まあ、レストランね、朝食を、レストランで食べるとなると、別途ですね、ビュッフェ代ということでですね、2200円。お子様につきました、幼児4歳から5歳は1100円、という感じでございますね。はい。大人1人につき1人無料ということになりますので、まあ、大人が2人いらっしゃれば、お子様はね、4歳から5歳。3歳以下につきまして、4歳から5歳が一応子供料金がね、大人の人数を超える場合はお一人1100円かかると、で、6歳から12歳はもう1100円かかるという感じでございます。大人に1200円。なので、まあ、ラウンジアクセスがある方はですね、朝食をラウンジでいただく分には無料という感じでございます。まあ、明日はね、まあ、とりあえずはラウンジの方でね、食べてみようかなというふうに考えております。で、朝食がね、7時から10時。ティータイムにつきましては10時から17時でソフトドリンクとスナック類がね、出てくるという感じです。カクテルタイムは17時から19時となっておりまして、ビールサーバーにつきまして、ビールはね、なんと朝の7時から、夜のね、20時まで
利用していただくことができるという感じですね。で、ティータイム19時から22時、またね、ソフトドリンクとかスナック類をご用意していただきますということでございます。はい、いいですね。で、ラウンジ外来の方もね、カクテルタイムとか利用することできますけど、3000円とかティータイム2000円とかね、別途料金お支払いすれば、まあ一応利用していただくことができるということですけど、まあ、あまり使うことはないのかなというふうに思います。で、1回はね、ザ・ラウンジということで、9時から21時で、まあ、アフタヌーンティーいただいたりとか、まあ、ちょっとしたね、カフェ、楽しんだりとか、あと、ハイ、デリということですね、ショップがあったりとか、で、2階には、朝食会場のですね、ビュッフェダイニングということで、大人2200円、子供は6歳から12歳は1800円という感じですね。ここはね、朝食付きのプランで取っていただいた場合は、多分利用できるんですけど、ラウンジアクセスがあるとか、クラブフロアの方につきましては有料という形になります。で、3階にフィットネスとかね、ジェットバスとかプールがあったりしますけども、フィットネスセンターね、ジェットバス等につきましては朝の7時から20時、最終入場が19時となっています。屋外プールもね、9時から20時で最終入場が19時となっておりますが、先ほど見ていただいた通り、今日はなんかめちゃめちゃ寒かったですね。で、18階メインダイニングということでですね、グリルがあったりとか、バーがあったりという感じです。ルームサービスもね、17時半から23時までやってたりとか、コインランドリーはね、4、5、6、8、9、10階にあるという感じです。水道局はね、13階と17階にしかございませんので、そこまで取りに行かないといけないという感じですね。で、チェックアウト時間につきましては一応原則11時という形になります。グローバリストでね、明日は一応16時まで、OK だったんで、結構長くなりますね、そうするとね。11時のところが14時とかにあると、そのままね、16時で大丈夫っていうのは嬉しいですね。はい。ということで、まあ、初めてね、宿泊させていただいているホテルですけど、非常にいい。まあ、正直ね、今日、ゴールデンウィークの、まあね、日程ということもあるんで、まあ、結構早めに取ったっていうこともありますけど、一泊あたり大体2万円ぐらい。で、その他のホテルで言えば、ダブルツリーさん、首里城だったりとか、那覇さんとかだと、1万5000円から1万8000円ぐらいという感じでございますので、まあ、1000円から2000円しか変わらないんだったら、このクオリティだったらね、ちょっと、ラウンジあったりすると、なんか、結構ここに泊まりたくなるなっていう感じはしますね。うん。すごく良かったです。はい。運営に来ましたね、プレミアムホテルグループさんが運営されてますので、まあ、9月にね、ヒルトン横浜さんとか運営されてる、されるホテルでございますので、まあ、ちょっとね、ヒルトン横浜さんもちょっと楽しみかなというふうに思いますね。はい。ということで、まあ、今日はね、もう何やかんやで今ね、21時前となりましたので、本日もね、22時半からですね、ライブをお届けさせていただく予定でございます。そちらの様子につきましては上の方にね、アーカイブ出しておきますので、よかったらそちらもご参照いただければ嬉しいです。はね、一日させていただいて、明日ラウンジの方でね、朝食楽しんでいきたいと思います。ということで、おやすみなさい。はい、おはようございます。いや、ぐっすり眠ることができました。レイ君ね、5時40分に起きまして、もう今なんやかんやで7時なんですけど、なんか腹ペコみたいなので、早速ラウンジの方に行ってね、朝食食べに行こうと思います。私がまだ眠い。ということで、行ってきます。はい、という感じでね、持ってまいりました。 X ステーションなんかもね、こうやって作ってくれるところがあって、いい感じです。まあ、メニューとしてはね、沖縄っぽいのはフーチャンプルーぐらいかなっていうのと、この海苔が、黒糖のなんか海苔みたいな感じですね。まあ、とりあえずいただいていきます。はい、そしてですね、DJC クラブラウンジ限定カクテルでベリースパークリングとかもありますし、当然ね、朝からね、7時から20時まで、ビールも飲んでいただくことができます。スパークリング、スパークリングでいってみようかな。これをね、入れる感じでしょうね。昨日もね、ご説明した通り、朝の7時から20時までビールも飲めますし、朝はね、朝スパができますね。ベリーを加えたスパークリングワインで、オリジナルのね、カクテルを作れるみたいです。いや、いいじゃないですか。いただいていきましょう。はい、じゃあね、いただいていきます。まずは、オリオンビール、朝からいただいていきましょう。うまい。
スタスパです、パリパリクラリックいただいていて、ではね、パタクタカップが見そうなってプールが向かっていきたい。もうプール行ったでしょ。じゃあ行かないけど、プール行く。結構ね、スペースがあって、こっちがね、いっぱいになると、反対サイドにもね、あのお部屋があるみたいですね。はい。まあ、そんな混雑する感じはなく、非常に快適です。さらに、食べ進めてお部屋に戻ってきます。はい。朝食もね、いただきましたので、これからね、ジェラートのお店向かっていきたいなというふうに思います。国際通りですね、まあ、徒歩ね、4分ぐらいなんですけど、今ね、とりあえず外出たところですね、めちゃめちゃ涼しい。また今日もね、プールとかめちゃめちゃ寒いんじゃないかなっていう感じしますね。ここら辺が多分ね、昨日視聴者さんがライブで教えていただいたね、ステーキ屋さんがこちらなのかなっていう感じですね。はい。まあ国際通りほど近いということもあるんで、結構ね、おしゃれなお店とかもね、ございますね。はい。国際通りの方にね、やってまいりました。時間についてはですね、まあ10時ぐらいという感じなので、まあそんなにね、人は多いわけじゃないんですけど、まあ、ちょっとね、賑わいを取り戻してるかなという感じはしますね。はい、お店の方にね、到着しまして、先ほどは張り紙がなくてですね、通常営業はですね、10時半からだったみたいなんですけど、なんとショーケースのメンテナンスということで、延長ですね。ちょっと食べるのはなかなか厳しいかもしれない。プールの方にね、リベンジにやってまいりました。昨日よりはね、暖かい感じですね。はい。閉まってない。もうお昼だからね。あれ夜だけ光るんで。閉まってない。はい。という感じですね。じゃあね、ちょっと入っていきたいなと思います。はい。ということで、リベンジにやってまいりました。やっぱりまだね、ちょっと水は冷たいですね。水温が冷たい。ということで、まぁ、ちょっとレイ君遊ばしてね、はい、お昼寝させて、お部屋に戻っていきたいと思います。はい、プールからラウンジです。またね、これいただいて、最高です。はい、出直してきましたけれども、無事にね、営業してるみたいですけど、結構ね、もう並んでますね。はい。まあ、店内ね、こんな感じで、結構ね、サインなんかもございますね。お土産屋さんもね、兼ねてるような感じですね。はい。味はね、チョコレートとか雪塩とかね、結構多くのものがあります。レインボーとかね、めっちゃレインボーなんですけど、味はね、なんかミルクみたいですね。で、一応ね、当店の人気ベスト4とかもね、出てますので、ご参考にしていただければと思います。島豆腐とかもね、ありますね。結構美味しそうですね。はい、こんな感じでですね、来ました。めちゃめちゃ可愛いです。はい、ということでね、レインボーとこちらの雪塩ね、いただいていきたいと思います。うまっ。色がね、めっちゃカラフルなんですけど、ミルク味。うまい。そして雪塩。うん。あ、うまい。両方ね、同じような感じのね、毛色の味ですね。めちゃめちゃうまい。ぜひ立ち寄ってみていただければと思います。はい、ということでですね、まあ、朝食を食べてプールに行って、国際通りとかね、散策してきました。もうレイ君のね、お昼寝する時間ないぐらいですね。まあ、まだね、一応14時なんですけれども、16時までね、レイトチェックアウトでいることはできるんですけれども、もうちょっと準備をしてですね、次のね、ダブルツリーバイヒルトン那覇首里城の方に向かっていきたいなというふうに思います。初めてね、こちらのハイアットリージェンシー那覇沖縄さんお邪魔させていただきましたけど、やっぱりね、めちゃめちゃいいです。昨日からね、ずっとお話ししててね、ライブなんかでもめっちゃいいという感じで言ってますけども、なんだろうな、やっぱりラウンジの居心地がいいからっていうのも大きいと思いますね。で、今ね、国際通りの周辺散策してきましたけど、出てですね、右手の
回り込んだところからも商店街が始まってるので、まあ、今ね、帰り際に気づいたんですけども、道路をね、通らなくても、その商店街をね、通って国際通りの方に向かうことができますので、小さいお子様連れはね、そっちから行った方が安心。車とかもね、来ませんので。まあ、ただ人が多いですから、迷子とかにはね、気をつけていただければなというふうに思いますけども、いいですね。まあ、ここちょっとね、那覇の、観光拠点にするには、非常にいいんじゃないかなと。いうふうに思います。またね、こちらお邪魔させていただく際には、なんだろうな、他のね、ホテルに行くと結構国際通りってあんま行かなかったりするんです、私。ただ、ここだったらね、結構行きやすいし、行ってもいいかなっていう感じになるので、ぜひね、まあ、奥様で、ね、旦那さんがあんまりそういったところ行きたがらない方とかは、いいかもしれないですね。近いから。ね、ちょっと、あ、それだったら行こうかなって思ってくれる人もいるかもしれないですね。はい。ということで、また訪れたいホテルがね、増えたかなというふうに思います。大満足です。ということでね、今回の動画につきましてはこちらで以上とさせていただきたいと思います。この動画がためになった、参考になった、面白かったという方はぜひね、高評価ボタンとコメント残していただけると嬉しいです。概要欄下の方に私、Twitter、LINE、Instagram やってまして URL 貼ってありますので、ぜひ合わせてフォローチェックよろしくお願いいたします。私の動画の方ではこういったホテルの宿泊レビューであったりとか、航空機の搭乗レビュー、旅に関する有益な情報等を発信させていただいております。情報のお見逃しがないようにですね、あとね、皆さんのグッドボタンと、こちらのチャンネル登録でね、励みになりますんで、ますますね、活動の継続にもつながっていきますんで、ぜひ、よろしくお願いいたします。ということで、また次回次の動画でお会いしましょう。